どうも皆さんこんにちは。座れる休憩場所検索とファインドマイターンの管理人のペンタでございます。どうもです。今日はですね、上野駅に、来てます。上野のですね、あの中央改札前ですね。で今日は何をするかというとですね、上野駅の地下街ですね、通って御徒町エリアの方に、行ってみたいと思います。今日は外が風強いんでね、ちょっと表は取らないで、地下街巡りということで行ってみたいと思います。ではですね、中央改札横はですね、キオスクの、ところからここのですね、あのマートレのレストラン入り口あるんですけど、この階段からですね、ちょっと下の方にですね、行ってみたいと思います。でここからですね、銀座線日比谷線のつながっている連絡口でして、で、実はですね、上野駅のですね、中央改札前のですね、パンダが置いてあると思うんですけど、そこの横からですね、東京メトロの乗り換えの階段エスカレーターがあるんですけどね、こっちの方がですね、割と人通りが少なくて、ラッシュ時もね、少しは混雑マシかなって感じなんで、私は大体地下ですね、JR からメトロ乗り換えるときはここの通りから通ってますね。はい、では銀座線と日比谷線、通ってまして、あとは京成線とかありますよね、上野駅ですね、京成上野駅とか、ございます。で、ちょっとここからですね、どう行こうかなというところなんですけど、これが先ほど、私が申しましたですね、パンダで横に出られるような、この、エスカレーター口になります。で今でいうとここの現在地、こちらになりますね。じゃあここからですね、ずっとこっちの上野広小路とか上野御徒町の方面行ってみましょうか。はい、でだいぶですね、この、地下通路もですね、リニューアルされまして、前はねもう少し汚かったんですけど、インバウンドの影響かもしれませんけどね、だいぶこういうね、いろいろ文化を紹介したような、壁面のパネルとか、あとその天井とかもですね、微妙にこの内装とかも変わってますね。はい、でここのパネルはなんか上野の美術館とか、あとは国立国会図書館かとかいろんな案内と、あとこのね、マップがあるのはいいですよね。初めて来た時とか、なかなか分かりにくいと思って、そういうマップがあるの非常に、助かるなと、思います。じゃあここから、もう少しまっすぐ行ってみましょうか。でここからこっちだよな。なんか自分で言っといて迷子になりそう。こっちだよな。京成線。あ、そうだ。見るので、ああ、そうですね。そう。じゃあここから今1番じゃないや。なんだろう。京成上野駅に通じるこの通路前のですね、銀座線の改札入り口のところにおります。で、あ、これ思い出した。ここね、ずっと真ん中にこのね、プランターがあって、でここね、柱がね、あるんで、ここは右側左側通行ということでね、仕切られてますね。そうだ、思い出した。なかなか上野駅から地下街でね、御徒町方面に行くことはそうそうないんですけども、でもね、銀座線とかね、メトロの改札過ぎちゃえば、もうこういう風にだいぶ静かになりますね。今日はですね、月曜日祝日でして、ね、中央改札前とかすごい人いて混んでましたね。なんかいつもよりもね、すごい混んでる気がします。結構観光客が多いですね、今日はね。3連休ね、台風の影響だっつってね、雨模様の予報だったんですけども、温帯低気圧が変わりまして、台風もね、風はちょっと強いんですけどね、雨が降らないということで、だいぶ外に 出る人が多いのかなっていう印象ですね。
でここずっとカーブしてるんですけど、これはあの、上の、公園ですね、上野恩賜公園の近くですね、あの京成の方に、向かってます。多分この上ってあの交差点があって、あの、ね、西郷さんというね、あの飲食店が集まったビルがあるんですけども、そういったところに、もしかしたら通じてるか、その辺りかなってところですね。でね、あの、ここずっとその御徒町方面に行くと、あの駐車場がありまして、そこの駐車場のパーキングに通じるエレベーターとかもちょっとあるんで、なかなかあの目にかかることはないんですけどね、あの電車で来るとなかなか、そうですね、気づきにくいんですけど、そんなところあったりします。はい、でこの右側がですね、あの、京成線に通じる、通路です。でちなみに今の通路ですね、ここはあの午前4時40分から夜24時20分まで、通じてますんで、まあ、あの朝方とか深夜でもですね、通れるといった形になります。で大江戸線は、ここで右手方向に、なってますね。で、今上野中央道一家歩道、なってます。でここからあの、まあ、都営大江戸線の方に、行きましょうか。あ、地図ありましたね、これね。今あの上野中央道一家歩道の C10 番、おります。今ね、西郷隆盛像がありますが、ここら辺にね、西郷さんというね、飲食店街があるんですけど、そこを抜けて、まあ、京成上野駅真横ですね、あの交番の近くかな、あなります。でここからね、下の方にずんずん中央通り下ってて、この秋葉原方面に向かっていく形になりますね。あ、ちなみにこのね、下町風俗資料館って、これね、なかなかね、面白いですよ。昔のね、遊ぶね、玩具とか置いてあったりして、なかなかね、懐かしさを感じられるようなところになってます。はい。で、上野駅周辺はですね、この上野御徒町駅と上野広小路駅と中御徒町駅と JR 御徒町駅という、ね、この複数のですね、まあ地下鉄とですね、あと、JR 線がね、混在している、なかなか難しい、エリアになります。でもただね、まあ、どこで降りても大体一緒なんですよね。そう、大体一緒なんですよね。だもうね、あとね、新御徒町っていうのもね、つくばエクスプレスであるんですけど、そう、だから本当ね、難しいですよね。初見わかんないですもんね。どこで降りればいいかっていうの。私もね、今ね、どれが何線かってパッて言えないかもしれない。はい。じゃあ、ここからですね、だいぶ広い通路に出ました。このね、階段を降りるとね、雨屋横丁、通称雨横に通じる C8 出口というところに、行きますね。ここは、ずっとね、幅が広い、通路で、上野広小路方面につながってるんですけど、まあ、ここはですね、上野で、ね、雨とかですね、降った時はここを通っていくと、雨に濡れずに御徒町方面に行けるというので、まあ、そういった面では覚えておくと便利かもしれないですね。はい。で、この右手にエスカレーターが見えると思うんですけど、これが忍ばずの池方面ロビー。ああ、このエスカレーターの下があれだね、パーキングにつながる何かあったはずなんだな。なんかね、地下通路も少し変わりましたかね、なんか一時期に比べたらね。ちょっとじゃあ寄り道していいですか、ここで。あそこだ、そうですね、思い出しました。そこにね、地下のパーキングにつながる、パーキングロットにつながるとこかな、扉が、ありますね。このね、パーキングは上野中央通り地下駐車場っていう、名称みたいで、なんか多くのですね、利用されている方が、いらっしゃいますね。この出庫ロビーってね、定期利用とかもあるみたいなんで、車で上野を、定期的に使う人は
利用する形になるんでしょうか。定期的に、上野に車で来るのか。朝渋滞とかすごそうですけど、はい、この入港ロビーで、あとね、上野公園とかね、通じる地上階行きの直通のエレベーターも、ここにございますね。はい、じゃあちょっと戻りますよ。ここの駐車場あれかな、あの松坂屋とかといろいろ提携してるんでしょうかね。ちょっとね、車で何分利用しないものですから、勝手がちょっとわからないものなんですけど。はい、じゃあここから御徒町方面に行ってみましょう。まだまだ続くんですよね、この地下街、しばらく続いてて、ここは台東区長奨励所って、あ、なんか撮影できないって書いてあるのもあるんで、ちょっとあんまり映さない方がいいかなということで、台東区長がなんか表彰したいろいろですね、作品が展示されてますね。デザイン科って卒業制作とか書いてありますけど、これは何だ、東京芸大ですかね。ちょっとどこの大学なのか。あ、東京芸大だ。台東区では東京芸術大学との芸術文化交流の一環として、昭和56年度から優秀な卒業作品の制作者に台東区長賞を授与してきましたということで、そうなりますね。で、その終了制作の一部として、制作された作品を一部展示しているというような形ですね。はい。で、じゃあもう少しまっすぐ行きますか。で、ここずっとですね、この緩やかな坂なんですよね。ずっとね、この直進していくとですね、坂になってまして、まだ都営大江戸線は先ですね。はい、こんな感じです。都営大江戸線、上野広小路、日比谷線、長岡町、銀座線、あれ、銀座線、末広町、末広町、あれ、なんだっけ、分かんなくなりました。あれ、上野岡町か。あれ、上野広小路が銀座線で、上野岡町が大江戸線でしたっけ。もう早速ね、私も分かんなくなっちゃいました。なかなかね、カオスな状況です。で、ここはね、休日ですけども、ほとんど人いないですよね。まあ、このね、結構坂はね、厳しいかもしれないです。地味にね、長いんですよ、この坂。そう。まだまだ大江戸線の改札まで着きませんからね。なんでこんな坂になってるんでしょうね。やっぱり、大江戸線につなげるためにこうなってるのかな。で、中央通りはその傾斜になってないんですよね、確かね。なってないと思うんですよね。はい、じゃあ今どの辺にいますかってところなんですけど、 C2 出口ですね。ここまで来ました。もう少しですね、上野広小路駅までね、やります。行きましょう。さあ、これを通勤で使うかって話ですよね。でもね、日比谷線も銀座線も上野駅行きますから、まあ、大江戸線で上野駅使いたい時にこの通路を使う感じになるんですかね。どうなんだろうな、利用シーンがあるのかな。あ、てかそもそもあれか、大江戸線で上野御徒町来たらね、JR 線の御徒町駅使いますよね、そもそもね。はい、ということで、ここまで来ました。この英語で言うとアブアブのところに通じる、階段ですね。あ、こっち行ってみますか。こっちはね、竹屋の方に通じるのかな。
こっちは竹谷方面ですかね。そっか、昭和通りの方につながるんですかね、こっちの方ってね。あ、でも日比谷、あ、まだ大江戸線こっちなんだ。そっか、中央通り地下がようやくこのミスターミニッツのお店見えてきましたけど、そういえば何もなかったですね、お店ね。お店出してもやっぱりそこまでね、通行する人が少ないんでしょうかね。はい、ということで、ね、こう都営大江戸線の、上野御徒町になります。改札ございますね。じゃあ行きますか。そういえば都営大江戸線がね、あの光が丘から先、東所沢、武蔵野線の東所沢まで繋がるんじゃ、延伸するっていう話はどこまで進捗してるのかなってちょっと気になりますね。そうするとね、光が丘に住んでるからちょっと涙目ですけどね、朝座れなくなっちゃうんで。武蔵野線と繋ぐっていうと便利なのかな、ちょっと分かんないですね。ということで、あの地上出口の黄色い看板があるんですけど、それがずっとこの奥に連なってて、まだまだ先が長そうですね。結構ね、ここは都営の定期券売り場になってますね。あ、なんか、あ、ここツーリストインフォメーションセンターになってる。ちょっとここだけね、外観綺麗だ。こんなんなかったよな。でね、こっち今のね、ツーリストカウンターのとこ、ここ A6 出口、ここからあの JR 線の御徒町駅の方に行けるみたいですね。ここから分岐するみたいです。で、こっちの左行っても豆屋子ちゃんか。あ、マルイシティって書いてある。マルイシティか。あれ、今ってなんか竹屋あたり歩いてたことあるけど、ちょっと土地感が分かんなくなってきた。いや、ここもずっと傾斜なんですよね。なんか分かりますかね、これずっとね、坂なんですよね。だからね、あの、なんだろう、中岡島地から上野行こうとしたらね、地下道でね、行くとしたらずっとこのね、あの上り坂、地味な上り坂を上がってくるんで、ちょっとね、車椅子の方とかだとね、しんどいかなと思いますね。中岡島地だったら普通に地上出ちゃった方が早い気がするな。なんかね、あ、ってことでね、この A8 出口、これは昭和通り方面ですね。あ、やっぱりそうだ。あってた、あってた。で、ここから、エスカレーターを登ると、これがあの、中岡島地域の通じるんですか。あ、結構、20分ぐらい歩いた気がしますね、ここまで。いや、これ地上の方が早いな、ここまで出るんだったら、多分。本当にね、台風とかね、そういう嵐の日とかはいいかもしれないですけど、それ以外でどうなんだろうなって感じですね。まあ一応じゃあここからね、3番出口出てみましょうか。ちょっと今日はですね、あの、まあ、台風、ね、低気圧に変わってまだ間もないんで、まあちょっとですね、あの、風切り音がうるさいかもしれないですけど、ご了承ください。はい、日比谷線の、中岡島地域の改札です、こちらです。まあ、朝、あれですよね、上野から中目黒方面向かっても中岡島地を降りる人全然いないですよね。昔日比谷線使ったんですけど、もう全然中岡島地域は乗降客数が多くないなっていうイメージがありました。
よし、ここからじゃあ、ようやく地上出ます。地上出ました。はい、地上出ましたね。昭和通り口、昭和通りですね。ずっとこうまっすぐ行くとね、あの秋葉原の、初戦のブックスとか、あと岩本町、東映の岩本町駅とかも行けるんですけど、あとはあのカレー飲み物とかね、そういったお店もこうまっすぐ行くと行きます。でこの上撮ってるあの首都高速1号羽田線かな、通ってますね、ずっとね。この紫の建物、これがあの、竹屋ですね。これはですね、あの本館、まあ、A 棟とか、A 棟、B 棟だっけな、B 棟もあるな。あのいろんなですね、その、食材とか日用品とか、あと C6 とかいろいろあるんですけど、そういうのでカテゴライズされてあの建物が分かれてるんですね。なります。この出口出てきました今。でこのね3番出口出たところはこのね、春日通りと、昭和通りのこの交差するところで出る形になりますね。こんな感じです。そこはあの JR 岡島地域のかな。なりますね。はい、まあ今日はそんな感じで、まあ上野駅のですね中央改札から、ね、ずっとあの上野中央地下通り通って、小勝町方面に行っていました。まあ感想としてはね、どうですかね。まああの20分ぐらい結構歩いたんですけど、まあ雨とかね嵐の日だったらまあいいんですけど、地上の方がねあのいろいろお店もあって面白いかなと思います。あの地下道にですねあのお店が全然なかったんで、あの緩やかなずっと傾斜がある坂ですし、まあどうなんだろうな、僕は利用しないかなっていうところですね。はい、まああのちょっとねまあ、うんちくっていうかね、そういったところで利用するのもいいかもしれないですけど、人の喧騒から離れてね使いたいとかそういう時に利用する感じかなってところですね。はい、ということで、今日はそんな感じでした。であとチャンネル登録もぜひお願いします。でウェブサイトの方ですね、もう概要欄に URL 貼ってますんで、ぜひぜひ、遊びに来ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました。Thank you.